こんにちは、フルート奏者大塚由紀です。私のチャンネルではフルートの演奏のコツや練習方法の提案などを行っていきます。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では今回の動画は3分間プラクティス、サンプラこと3分間だけでできる基礎練習の動画になります。今回はダブルタンギングエクササイズです。早速やってみます。変えたり、またテンポ、今124、四分音符124で行いましたが、テンポも自分のレベルに応じていろいろ変えて、オクターブも変えて、また、キーも変えて、調整も変えてやってみてくださいね。それではまた次回お会いします。ご視聴ありがとうございました。